皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はボーダーブレイクのファミ通紹介をしていきたいと思います。4つの兵装で戦場をぶっ壊しましょう。前回の続きです。カスタマイズで戦略は無限大です。ブラストランナーは基本的に4つのパーツと1つの兵装で生成されています。厚い装甲と重火力兵装で敵と打ち合いを重視したり、機動力を伸ばして襲撃を兵装で、接近戦を想定した構成にするなど、自分スタイルに合ったカスタマイズをします。おまかせ機能で自動カスタマイズができます。悩んだらおまかせ機能でオートカスタマイズすることも可能です。戦術や兵装タイプの指定も可能です。武器もパーツも自由自在です。パーツは頭、胴、腕、足の4種類。武器も多彩で、兵装ごとに4つ可能です。チップと呼ばれる拡張装備や巨大な武器を呼び出す妖精兵器も選択できます。まずは射程と格闘のバランスタイプ。武器によって戦闘スタイルが大きく変わる兵装で、アサルトチャージャーというブースターを唯一装備可能な兵装で、機動力に長けていることが最大の特徴となります。前線でソード系の兵装を駆使して戦ったり、武装機による中距離からの攻撃、機動力を生かした敵陣への襲撃や防衛など多彩な役割を一気でこなせます。続きましては、変幻自在なスタイルで攻める遊撃タイプ。トラップを使った遊撃や、狙撃や狙撃機銃での遠距離戦など、装備によってテクニカルな兵装が可能な遊撃兵装。光学迷彩による奇襲や、偵察用装備での探索においても能力を発揮します。乗り手の腕前が最も試される兵装といえます。そして破壊力が抜群の、攻撃特化タイプ、重火タイプですね。攻撃力や攻撃範囲に優れた武器が多くて、敵を破壊することを重視する攻撃特化型です。武器の重量が重いため機動力は低いですが、効果力をフルに生かしての正面からの打ち合いや、拠点の防衛、チーム同士の集団戦闘に向いています。そしてチームをサポートして、勝利をつかむ支援タイプ。機体の回復や弾丸の補充、センサーによる、定点検索などチームメンバーの支援に向く兵装で、ショットガンとボムによるインファイトが得意で、前線で弾丸やボムをばらまきつつ味方の戦闘をサポートすることもできます。そういうなんかあれですね、なんか強襲がバランスタイプは機動力に優れていて、強撃が機動力に、重火は火力に、遊撃は遠距離に、支援はサポートに向いているといったところですね。いろいろあるんですけど、機体名がバランス型がブラストランナー、ブラストランナー規制から式、武器は CE クトネシカで、ディスカスノバが、そうですね、武器名が、クーガー S 型で、そうですね、EDG ベータが、武器、LMM アブレスト、言いにくいな。で、サポート型が、クーガー S 型、いや違う、ディスカスノバが、ディスカスノバって武器、ディスカスノバの武器がネフィリム手榴弾砲ですかね。で、クーガー S 型が支援型で、
スマックショット SP ですかね。まあちょっとそんな感じですね。まあ4つのタイプ、なんか防御タイプが存在しないのが私としてはちょっと残念なところですね。まあ敵を倒すことを重視したゲームというだけあって、やっぱりちょっと難しい、防御タイプはちょっと難しいですね。あったとしてもちょっと他のやつよりも耐えもうちょっと長引くぐらいで、まあそんなあれですかねやはり敵を倒すためのゲームというだけはありますね。まあそうですね。まあまあバランス型といっても結局はスピードタイプですね。まあ遠距離、スピードパワー、遠距離支援サポート、まあ強いて言えばこの支援タイプが耐久型になるんですかね。まあそれはともかくワンダーフェスティバル2018夏に出展されるフィギュア&ホビーの祭典ワンダーフェスティバル2018のセガブースでグッズ販売やプラモデルの展開が行われるそうです。7月29日に幕張メッセ国際展示場にて開催されるそうです。まあそうですね、小学生以下が無料だそうです。ちなみに入場料は2500円です。まあそして次回なんと10ページの大ボリュームで発売記念特集をお届けします。というわけで今回はこの辺でボーダーブレイクのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。